さてさて、それでは準備が整ったようですので、お招きするわけですが、その前にあらかじめご紹介を改めてさせていただきます。彦野俊勝さん、1985年から1998年までドラゴンズに在籍し、14年間で965試合に出場、669安打、85ホームランを記録。強肩強打の外野手、恐怖のトップバッターとして1988年のリーグ優勝に貢献。1988年から3年連続ゴールデングラブ賞に選ばれた後、靭帯断裂の大けがから復活もされています。1990年にはカムバック賞を受賞、晩年は代打の切り札として活躍されました。現在はプロ野球解説者としてご活躍中です。さあ、それでは皆様大きな拍手でお迎えいただきたいと思います。ドラゴンズ OB 彦野俊勝さんです。皆さん、たくさんの方お集まりです。ちょっとご挨拶お願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ちょっと元気がないですね。もう一回行きましょうか。皆さんこんにちは。こんにちは。今日ドラゴンズ勝ちます。今日今ので勝ちますね。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、もろもろお伺いしていきたいと思います。どうぞお座りください。はい、じゃあ隣失礼いたします。さて、ではですね、まだ現役の選手のスタンバイが整っていないようですので、つなぎですね。いやいやいや、そんな恐縮です。つなぐだなんて恐縮ですけども、1年振り返るタイミングではあるんですが、彦野さん、戦前は順位予想、中日、阪神、広島、巨人、ヤクルト、横浜という順位を予想されてましたね。でした。忘れましょうか。はい、はい、ゲストと準備整ったようです。お呼びしたいと思います。すいません。さあ、驚きます。大きな拍手をお迎えいただきたいと思います。中日ドラゴンズ背番号64、小熊亮介投手です。マイクはもう一本ありますか。はい、ありがとうございます。まずね、なかなか今までトークショーに登場されるイメージなかったと思うんで、小熊さん、皆さんにちょっとたくさん来てくださってるんで、ご挨拶お願いしていいですか。はい、こんにちは。こんにちは。たくさん集まっていただきありがとうございます。お願いします。お願いします。うわー、いいな、なんかすげえいいな。どうぞお座りください。はい、小野さんもお座りください。はい、ちょっと貴重なツーショットですよね。じゃあまず彦野さん、はい、お二方の関係性というか教えていただいていいですか。そう、無関係なんですけども。無関係、そんなことはないですよ。私がこう二軍のコーチになった時に、はい、まだ二軍にいたので、はい、それで、まあ、ね、一緒に。なるほど。というような感じです。はい、小熊選手は彦野さんのことはどんなイメージというか、どんな会話されてたんですか。その二軍の時はやっぱり投げてるところとかはそのバッター目線でこう知っていただくわけなので、はい、すごくいい、それを生かして今やられてます。あ、はい、貴重な助言があったと。改めて皆さんも思うでしょうけど、ポーカーフェイスですよね。彦野さん、普段からこういう方なんですか。そうですね、あんまりこうベラ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 喋る方ではないかなとは思うんですが、普段知らないんですよ、あんまり。ほー、普段知りたいですよ ね。本当はもしかしたら、はい、もっとかもしれないですね。どんなことで普段興奮されたりするんですか。まあでも、買い物とか行って、はい、新しいもの買ったりとか、そういうことが、はい、買った時も興奮はしてます。興奮してらっしゃるんですね。はい、心の中で。それは意図的に表面に出さないようにしていらっしゃるんですか。いや、出してるつもりなんですけど。あ、そうなんですか。は、はい、出てないじゃあ、でもピッチャーとしたらいいんじゃないですか。いや、ピッチャーはそうですよ、僕そう思いますよ。やっぱそういうスタイルを心がけていらっしゃる。でも野球始めた時からこんな感じでした。はぁ、小熊選手、今怒ってます。全然、あ、全然怒ってない。よかった、よかった。彦野さん、はい、ちょっとなんか小熊投手との会話を見てみたいんですけども。ね、でも改まってこう喋るなんてあんまりなかったんですよ。じゃあ今年の
小熊投手の活躍をちょっと評価していただけますか。僕ね、はい、ある某番組で、はい、まだ春先だったと思いますけど、今までの MVP 誰って言ったっけ、小熊にしましたもんね。おお、どっちかっていうとプロ初完封も、ごめんね、DeNA ばっかり勝ってましたけど、はい、でもやっぱり、その時3つぐらい勝ってて、この3つは大きいですよと、うんうん、他のピッチャーでも勝てない人はいっぱいいるわけなんで、はい、中でもきっちり勝ってくれる、まあ、ちょっと目立たないかもしれないけどいいんじゃないですかっていう話をしましたから、僕のイメージは昔からファームで抑えとかやってたんですよ、はい、そうでしたね、うん、だからあんまり長く投げるイメージがあんまりなかったんですけど、シュートだっけ、ツーシームだっけね、こう右バッターに食い込むボールをちょっと覚えてから、はい、幅が広がって、打ち取るコツみたいなのが掴んだように見えますから、ローテーションに十分入ってくると僕は思ってますからね。なるほど、これぐらいでいいと、ありがとうございます。どうですか、そういった評価を彦野さんからされるっていうのは。そうですね、嬉しいですし、はい、やっぱりこうやって、人もいるのでそういうこと言ってもらえば、はい、嬉しいです。あ、ご自身の今年の活躍、プロ初完封を含め5勝、どう評価していらっしゃいますか。そうですね、怪我をしてしまったので、まあ、ちょっとあそこは悔しかったですけど、あれがなかったら、もうちょっと自分の中では勝てなかったなと思うんですけど。いや、絶対そうですよ。彦野さん、どうですか、あの怪我がなければ。あれ、上手だったら取れたんじゃないの。そんなことはないか。いや、もう、ここでした、ボール。ちょっとね、不運な部分がありましたけどね。いや、もう10近く本当したら、もしかしたらね、はい、勝てたっておかしくないと思いますよ。あのまま普通に来てたら。2ヶ月ほど離れてましたもんね。はい、そうです。2ヶ月あったらだってもうね。そうですよ。10勝できるだけのじゃん、ここで全部勝てたら、はい、最多勝ぐらいですもんね。ありえますよ。ね、まあ、今年まだ投げるんでしょ。まだ投げますよね。最後、はい。はい、あ、今年、あ、いいんですか。おそらくね、おそらく投げる方向で調整をしているということですよ。別に僕ら言わせないですよ、何も、はい、おそらく投げられる、投げそうな、投げたいとおっしゃってますね、はい、投げるんでしょうね。なるほど、はい、皆さん、録画してる方はですよ、数日後にアップしてくださいよ。はい、じゃあ締めくくりの投球となりそうですけども、ちょっとその試合に向けて意気込みを聞かせてくださいよ。まあ、今シーズンの最後の後半になると思うので、まあ、やってきたことをしっかり出せるようにして、チームとしても、個人としてもいい形で終われるようにしています。なるほど、最後時間限られてきたんで、ちょっと一個だけじゃ個人的に聞いてみたいことを聞いちゃいますね。好みの女性ってどんな感じですか。やっぱ僕がこんな感じなんで、はい、女性がこんな感じだったら、はい、合わないじゃないですか。そうなんですかね。明るい女性がいいですね。明るい女性、いっぱい喋ってしてくれるような女性です。あー、なるほど。彦野さん、そういう女性感に関してはどう思いますか。僕はこんな感じなんでっていうのがよくわからなかった。ポーカーフェイスなんでね。女性が来ると笑うわけですね。まあ、そういうことですね。どういうことですか。ぜひ、ただ、連絡待ってますね。で、それもね、また活躍する要因の一つかもしれませんからね。はい、というわけで本当貴重な時間でしたね。はい、お時間来てしまいましたんで、お送りいただきたいと思います。中日ドラゴンズ、小熊亮介投手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ますますの活躍期待しています。1年通してやらせていただきましたけど、なんか一番汗かきましたね。喋りづらいですか。いやいやいや、すごいね、やっぱ落ち着きがあるマウンド上でね、まだだって若いじゃないですか。うん、でもね、やっぱあんな感じなんですよ、ずっと。へえ。だからちょっと謎の部分がいっぱいあるんですけども、でも
彼も言ってましたけど、はい、本当は嬉しいんです、うん、らしいですね、うんうんうん、そうですよね。でも確かに歌えた時もああやってポーカーフェースでやれるっていうのはピッチャーの一つの、ね、武器ですから、バッターとしてはちょっと気味悪いですよね。気持ち悪いでしょ。ですよ ね, ね、いい意味でね、そういうところはまあ貫いてほしいなと。そうですよね、いうふうには思いますけど、はい、なんか本当は嬉しいんだよってことをね教えていただいただけでも我々ファンも嬉しかったですよね。引き続き小熊投手を応援していただければと思います。さてここからは彦野さんにまたお話を伺っていくわけですけども、はい、まあ、戦前の予想ではまあね、ドラゴンズの優勝というふうにしてくださってました、はい、しかしこのファイナルシリーズを迎えるにあたってタイガースが5位で現在ドラゴンズがとなってます。この5位と6位やっぱ差は大きいですか。皆さんどっちがいいです。やっぱ5位のがいいでしょ、ね、やってる方もそうなんですよ。ですか。やっぱり一番下に見ると嫌ですよね。それは正直ぶっちゃけ、はい、いわゆる査定にも響いてくるんですか。まあ、細かいところはもしかしたら響いてくるかもしれません。あ、そうでしたか、うん、ただまあ B クラス、A クラス、A クラス、B クラスってこうやって分けてしまうので、まあ、B クラスはまあみんな一緒といえば一緒なんですけども、ただ気分的に4位、例えば4位と6位では違いますから。いや、そこは大きいですよ、うん、ですからまあ今日ね、まあ、たまたま5位、6位の試合になってしまいましたけど、うん、ぜひ2つ勝ってね、はい、そうすらもう5位にひっくり返りますもんね。変わりますからね。そうですね、うん、だからもうなんとかそこは頑張ってほしいなと。もしかしたら4までいけるかもしれないし、まだ可能性はゼロじゃないです、うん、はい、だからそこまではちょっと、ね、希望を持って頑張ってほしいなと思いますね。なるほどです、はい、さてドラゴンズ、ね、B クラス、まあ、苦しい戦いが数年続いていて、はい、もちろんここから先巻き返してもらいたい、そういった意味では、まあ、現在ちょっと報道でね先行している新監督、はい、話題がありました、まあ、あの方が新監督だとして、まあ、これ前提としてねある意味ね、ここから先どうしていくべきでしょうかね、はい、どうしていってほしいですか皆さん。あ、皆さんに問いかける場合ですね、逆に。あ、どういうドラゴンズが見たいのかなっていうのが、うん、ちょっと僕らも喋ってる側としてもいろいろ言いますけど、本当はファンの人たちの声が一番正しいじゃないですか。あ、そうですよね、うん、守り勝つ野球が見たい人。あ、これは面白い。守り勝つ野球見たい人。なるほど。じゃあ今度打ち勝つ野球、まあ、打って打ってみたいな。あ、ちょっとこれ8対2ぐらいに分かれましたよということですね。だからってことはそっちを目指したらいいんじゃないですか。すごい、なんか政治家みたいなやり方ですよね。びっくりしました。いやいや、本当に。なるほどなるほど。ちょっとね、言い方間違ってるかもしれませんけど、ここのとこずっとこう勝つときは守り勝って勝ってる野球ばっかりだったんで、少し皆さんも飽きてるという言い方は変ですけども、ちょっと盛り上がらない。まあ、それは否めませんね、だけど、まあ、10点、例えば5点取られても7点取るような野球をもししてくれるならば、多分盛り上がると思うんですよ。なるほど。まあ、そういう試合ばっかりじゃ疲れますけど、はい、まあ、そういう風な野球に変わってくれると喋る方も喋りやすい。なるほど。解説している立場としてもね、なるほど。そういった意味ではね、ここから先いろんな補強の仕方があると思いますが、じゃあドラフトが間もなくありますけども、どういう選手を取るといいなと思われますか。まあですから、いろいろドラフトの前に FA の問題だとかいろんなこともあるので、わかりませんけど、はいはい、やっぱりレギュラーで打てる選手みたいな即戦力の野手、はい、は必ず必要かなっていうのは思いますし、はい、あとやっぱりピッチャーもいるでしょうね、当然。もちろんです、はい、ね、だから来年すぐ強くするためだったら即戦力です、はい、お客さん、ファンの人たちが2年ぐらい待ってくれるなら高校生。なるほど、皆さん2年待てますか。待ってくれなさそうです来年強い方がいいですよね。結構ね、待たせてね。だからまあすぐ、まあ、今年の小笠原みたいにね、はい、ここを出てすぐ投げるピッチャーもいますんで、そうね、そういうピッチャーを取るのも一つですよね。なるほど、はい、FA ってさっきちらっとおっしゃいましたけど、 FA どうなると予想されてますか。この間何日か前にいろいろ名前が出てましたよね、はい、チームスポーツに、はい、取れたらいいでしょうね。
誰を取ろうと思われるんですか。誰が欲しいですか。そういう話になっちゃいますよね、うん。まあ、ただやっぱり地元でずっと活躍してきた大島選手、平田選手には、はい、我々は残ってもらいたいとファンの皆さん思ってるんです。まあ、皆さんそう思われてますよね、当然ね。だから当然彼らいるとしての話ですから、いた上で、うん、プラスアルファですよ。そうですよね。いないと仮定すると違う話になっちゃうので。そうですよね、はい。いやその辺もね、我々はちょっと温かく、ね、見守り続けるしかないんですけどもね。本当にやっぱりピッチャーのがいいかなと思いますけどね。ピッチャーね、うん、欲しいですよ ね、 ね、はい、西武のちょっとかっこいいね、右投げの騎士のことを言ってますね。そうですね。かっこいいですね。かっこいいでしょ、ああいうピッチャーが出てくるとやっぱり女性のファンも増えるかもしれない。女性のファン欲しいですよね、今以上にね。なるほど、わかりました。さあ、ではこの企画は球団創設80周年記念ということでもあるので、現役時代のエピソードもいろいろ伺っていこうと思うんです。どうでしょう、なんだろうな、一番じゃあシンプルに嬉しかったことって何ですか。嬉しかったことですか。はい、でもやっぱり優勝したことですかね。やっぱりそこですか。まあ、一度しかないですけど、いえいえいえ、優勝した時に自分ができない出てたので、やっぱ嬉しかったですね。改めてやっぱプロ野球選手にとってそれだけ優勝というのは大きなことなんですね。現状とちょっとシステムが違うじゃないですか、はい、僕らの頃って、まあ、優勝したらもうそのまま日本シリーズに行くと、いわゆるセ・リーグの代表を1年間で勝ち取るみたいな、はい、そういうのが、まあ、ペナントレースでしたから、今のようにこう3位まで入ったら、ね、もう一回ちょっとこうやり直しじゃないんですけど、クライマックスがあるなんていうシステムじゃなかったので、はい、やっぱりなんかもうものすごい1位になることに必死でしたもんね。だその上で勝った優勝だったので、やっぱりなんかより嬉しかったのかなと思いますね、はい。なるほど、今の選手たちにもね、その喜びをぜひね味わってほしいですよ ね、 ですね。ちょっと離れちゃってますからね。そうですね、はい。さあ、では逆にどうでしょう、辛かったことって何ですか。辛かったことたくさんありすぎますか。そうですね。皆さん多分転んだ話とかがいいんでしょうけど、あれ辛くないんですよ。あれは辛くないんです。へえ、辛くないんですよ、意外と。そうでしたか。はい、あのまま野球界を去っていったら多分辛かったと思いますけど、復帰できたんで。そうですよね。結構あの笑い話で今喋ってるネタみたいになってますから大丈夫ですけど、辛かったやっぱ練習がきつかった。そんなにきつかったんですか。きつかったですね。それはどの監督の時ですか。皆さんが一番知ってる監督だと思いますけどね。まあ、星野監督。そんなにやっぱりきついんですか。僕らが辞めて、その後に、まあ、いろんな監督さんがやられて、まあ、落合監督もやられて、まあ、8年という長い間にもう地獄のキャンプとか言うじゃないですか。あんなもんじゃない、と思いますね。地獄よりさらにきついキャンプがあるんですか。だからもう天国に行っちゃってるぐらいなんですよ。通り越して。そんなことあるんですか。いや、もうなんかね、自分じゃなくなってるぐらいやるんですよ。へえ。だから今やったらちょっと罪になるかもしれない。罪になる。捕まっちゃうかもしれないような、それぐらいきついことやってました。あ、そうですか。いわゆるよく聞くのが、素振りをしすぎてあのバットから手が離れなくなるとかって聞いたりするじゃないですか。はい、そんなもんじゃない。そんなもんじゃないな。言える範囲でどうでしょう。一回録画止めてもらえます。いやでもね、じゃあ僕の話するとあれなので、僕の同僚の話にしますけど。お、聞きたい。はい、例えば、どうでしょう。その彼はキャッチャーだったんですけども、はい、パリセですね。朝の7時半ぐらいから、はい、グラウンドにもういるんですよ。7時半ですか。はい、はい、で帰ってくるのは一番遅いんで8時ぐらいです。はい、だから12時間グラウンドにまずいる。で、まあ、7時半から、まあ、全体が10時から始まるんで、大体全然時間差がありますね。それまでは特別な練習です。はい、であまり上手くなかったので、はい、ずっと取る練習をするんですけども、相手はマシンなんですよ。あ、誰かが投げるボールを取るんじゃなくて、マシンのボールを取る。マシンのボールをワンバウンドにして、
えぐずっと止める練習を延々とやり、はい、で全体の練習が終わって、はい、それから自分の練習になるんです。はあ、そうね、桁がもう500とか1000とかっていう桁になってる。球の数ですか。へえ、そんな受け続けられる。例えばセカンドにスローイングのこういう練習するじゃないですか、キャッチャーってね、はいはい、それ500球とかっておかしいんですよ。500球、おかしいでしょ、ピッチャーに投げてて。本当だ、ピッチャー、バッティングピッチャーにも投げてますよね。はあ、毎日やるんですか。はあ、毎日、毎日ですか。毎日です、毎日です、毎日です。キャンプ終わっても、もう練習、あの試合場面やってました。数は減りましたけどね。そうなんですか。その代わり、はい、セカンドベースのここにしか来なくなりました。へえ、その練習の成果で。本当に、はあ、中村武さんのことですね。かな、うん、やるじゃないですか、ね、もうみんな分かってたけど。すごいな。もちろんね、あのよしあしはあるんでしょうけども、やっぱそういうイズムが強いチーム、強い選手を作るのかもしれませんよね。そうですね、まあ、あのちょっと極端な例ですけど、ね、今のね、よくあの体で覚えさせるなんて、はい、いいじゃないですか、まさしくそんな感じ。はあ、なるほど。500戦取って500戦投げるんですからね、毎日ね。そこにも1000回ぐらいです。はあ、普通で、はあ、横でこうやってカウンターで押されるんですコーチ。え、ずっと見てるんですか。カチッカチッ、はあ、だから1回も抜けないんですよ。だからね、もうバットが離れないどころじゃないです。どころじゃない、もう一体化しちゃってますから。はあ、おかしなことになりますよね。その頃、彦野さんはどんな練習をしてらしたんですか。え、中村君がやってる頃ですか。はい、まあ、横で見てるか。はい、それも中村君って言っちゃいましたけどね。あ、でもね、僕もあの担当の、まあ、お亡くなりになりましたけど、島のコーチが担当コーチだったんで、はい、あの人が非常に厳しくて、タケシがあんだけやってんだからお前もやらなきゃダメだろう。こんな優しい言い方じゃないですけども、でしょうね、そういう意味合いのことを言われて。あ、で僕らは外野手だったので、はいはい、延々とこうノックをするんですけど、はい、どうでしょうね、少なくても1時間1人ですよ。何人かじゃなくて、いや何人じゃない、1人ですよ。ずっとライトからレフトにこう走って取る練習があるんですよ。あ、いわゆるアメリカンノックなんですか。はい、あれ1人です。はあ、それ毎日。そうだったんですね。でもそれが彦野さんにとってもゴールデングラブにつながったって部分も当然ありますもんね。そうじゃなかったらもう下手くそでした。いや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 、ね、そういった、ね、練習をね、ドラゴンズの現役の選手もねやっていると思います。ここからね、ぜひ栄光を勝ち取るためにこの秋はね、鍛えてもらいたいですよ ね、秋が一番練習できますから。そうですよね。そうなんですよ、頑張ってほしいなと思いますね。ここ数年ね、秋を迎えるのが我々ちょっと早いんでね、本当にね、頑張っていただきたい、ね、ですよね。ですよね。秋季キャンプとかね、いろんなフェニックスリーグとかもあったりしますんで、ドラゴンズをね、皆さんね、愛してる皆さんですんでね、ぜひ足を運んでその姿を見ていただきたいと思います。さて、その姿といえば最近ですね、はい、インターネットで出回ってるんですけども、はい、なんか印象的な姿を僕見るんですよ、彦野さんの。なんか焼き鳥屋さんいませんか。そこ あれなんすか。いやいや、ちょっと今年からそういう方にも頑張ってみようかなと、はい、名古屋ドームの中のお店ですか。ちょうどバックスクリーンのあたりなんですけど、はいはい、そこで今日も行きます。この後解説がない日はですね、当然解説がメインなんですけど、もちろんね、そうじゃない日に、そこのテントに立って、はい、ドラゴンズ応援してよって一生懸命言ってるんですけど、みんな嫌な顔して来るんですよ。なんですか。はい、負けてる。ああ、そういうことですか。結構負けてると来てくれる。そう、いや、でも嬉しいですよね、お店に足を運んだら彦野さんもいらっしゃるなんて、ね、いや、もうぜひ来てくださいね。ぜひね、そちらにも足を運んでいただきたいと思います。一緒に応援しましょうかね。そうですよね、はい。さて、そんな彦野さんのトークショー、残り約5分ほどになってきました。ここからはですね、皆さんの質問を頂戴して、彦野さんにお答えいただく、ちょっと時間いけるところまでやらせていただきます。質問してくださった方にはこちらのドアラオリジナルタオル、こちらをプレゼントさせていただきます。彦野さん、どんな質問でも大丈夫ですね。
大丈夫ですよ、はい、はい、では彦野さんに質問のある方、せーので挙手をお願いします。せーのでどうぞ。はい、じゃあそうですね、これはどうぞ当ててください。いいですか。はい、はい、じゃあいつも一番前でね参加してくれる彼女、ちょっと皆さん彼女の顔見てあげてくださいよ。可愛い顔してるから一回一緒に猫メイクね、はい、可愛い、よくビジョンに映ってる子ですよ、猫の子ね。どうぞ、はい、質問してください。最初の方は堂上直光選手が全部ショートを守ってたと思うんですけど、今になって阿部選手がショートを守るようになったのはなぜだと思いますか。意外と可愛い顔して極めることですね。可愛い顔してさ、お願いします。いいよということは直道のファンなの。そうでもない、そうでもない、そうでもない。そうすると答えも変わってきますね。よく言えばもう来年使えるというふうに踏んだから、若い選手を別の選手を今ちょっとの期間だけ使っているというふうに思いたいです。思いたい、思いたい、思いたいとおっしゃると、いやそうじゃないかもしれないんで、まあこれは僕の見解ですから、はい、そうやってもう前向きに前向きに捉えていこうかなと思ってますので、おそらくもう直道はこの来年もいけると、はい、ああいうふうにもう思ってくれてるんじゃないかなとというふうに思ってます。計算が立ったというかね、うん、なるほど、レギュラーとして来年計算に入れてる一人になったと、なるほど、いう証拠なんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、なるほど。直道選手も阿部選手も応援し続けてね。はい、じゃあ彦野さんからこれお渡しいただいていいですか、彼女に。はい、お願いします。いやびっくりしたわ、おめでとうございます。さあ時間の関係上次がラストになっちゃいますね、ごめんなさいね、今のような際どい質問でも OK です。では彦野さんに質問のある方挙手お願いします。遠くの方でも OK です。どうでしょう。はい、お君気合い入ってるね、ちょっと立ってもらっていい、向こう向いてもらっていい、おーって言って君を当てるよ、そうだよ、はい、じゃあ質問どうぞ。僕ファーストやってんですけど、おーおー、どうやったら上手くなりますか。あ、俺ファーストやってんだ、そうかそうか、その感じいい、ファーストやってるそうです。ファースト、じゃあ今上手くないのあんまり。まあ普通ぐらい、普通か。何が上手くなりたいですか、ファーストの。受ける練習、受ける練習か、さっきの中村さんみたいな練習したけど怖いかもしれないけどね、一つ、じゃあお父さんとお母さんにちょっとおねだりしてください。バッティングセンター行って、これ多分怒られちゃうから、いや、いいんじゃないですか、打たずに取る練習するとか。遅い球だよ、ね、そんな早い球だね、140キロとかじゃなくて。ただバッティングセンターによってはやめてくれって言われるかもしれませんから、それは断って。あ、もちろん ね、はいはいはい、いいならそういう練習もあるし、お父さんかお母さんにちょっと近くから投げてもらって取る練習を家でするとかすると上手くなるんじゃないかな。あとね、もう一個、柔らかいボールでテニスボールかなんか分かる、素手で取る練習してみな。あります。うん、片手でね、そうすると上手くなります。はい、はい、継続してね、頑張ってね。はい、おめでとうございます。またこの時の11番を着てるのが ね、渋いっすよね。野球頑張ってね、お母さんも。あ、そうそう、バッティングセンター連れてってあげてくださいね。はい、よろしくお願いします。さあ、というわけで本当に楽しい時間はあっという間でございます。ファイナルシリーズね、こういった状況でありますけれども、たくさんまだドラゴンズファンの方がこの会場にね、名古屋ドームに足を運んでくださってます。最後皆さんに一言メッセージをお願いします。はい、もう名古屋ドームは明日で終わってしまいますが、最後まで、選手たち頑張ると思います。力の限り応援してあげてほしいなと、共に、バックスクリーンの裏でやっておりますので、そちらの方もできたら、ね、本当ですよ、冗談抜きで明日
今日はきちっと勝てば来年に必ずつながりますので皆さんのご声援一つだと思います、はい、僕も応援しますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。もう拍手を送りください。ドラゴンズ OB 彦野俊勝さんでした。ありがとうございました。というわけで球団創設80周年特別企画彦野俊勝さんの、トークショーは以上となります。この後 D ステージまだまだ続きます、この後はチアドラゴンズがいよいよ登場となります。引き続き D ステージをお楽しみください。司会進行はドラゴンズナビゲーターの長谷川匠でした。ありがとうございました。